じゃあこっちで説明したらカメラそっちに回るような感じになります。はい、というわけで19時30分になりましたね。はい、水曜日の19時30分はデブ巻きチャンプルーです。よろしくお願いします。今日はちょっとねいつもと感じが違うんですけれどもね、あのバック小石郎さんの時みたいなバックバージョンでお送りいたしますけれども、本日のデブ巻きチャンプルーはですね、じゃ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 ーん、こちらでございます。ヤイズ TV けん玉認定会、イエーイ、イエーイ、というわけでですね、先月ですね、あのヤイズのけん玉王子の西野君においでいただいたの時にだいぶ反響をいただきましてですね、あのけん玉の認定会をねここでやってしまおうという話になりましてですね、今日はですねあちらにですね強者が何名か揃っておりますのでね、公開認定会ということでね、あのちょっとやろうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ私はそちらへ行こうかな。はい、じゃあちょっと行きますのでお待ちくださいませます。よいしょっと、マイクいいよね、なんて、はい、皆さんカメラにお尻向けちゃダメですよ。はい、というわけで今日はですね、日本けん玉協会のここです、静岡県支部からですね、西名達也さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。けん玉、あ、はい、すごいね、こんなこんなこんな、よろしくお願いします。よろしくお願いします。引き続きお願いします。はい、というわけでね、前回すごいあの好評だったもんですから、ね、ありがとうございます。ここでやろうということで、ちょっとこの広い空間を使ってやりますけれども、はい、けん玉協会の、はい、なんかすごいものを持っておりました。これは何ですか？これは日本けん玉協会が、発行している二級指導員のライセンス証です。おお、すごいです、はい、こんなのがありますよ、はいはい、で4段です。4段です。けん玉道の腕前は4段というんです。なるほどなるほど、はい、というわけで、まあ、そんな西野君が認定をしてくれるということでです ね、 ですね、じゃあどんな感じでやっていきましょうか。そうですね、はい、今回3人の方に挑戦していただけるので、はい、じゃあ3人まとめて一斉にやるとちょっと、はい、正確な審査がちょっとできにくくなってしまうので、はい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 、まず同時に2名やっていただいて、はい、残りの1名の方にやっていただくと、はい、ちょっとプレッシャーをかけるという形になってしまうかもしれませんが、まあ、そういう形で確実にいきたいなと。はい、了解しました。で、まあ、認定ということなんですが、うん、主に例えば、級っていうのは10級からあるんですよね。そうですね。そうですね。それぞれにこう技があると思うんですけど、そうですね、多分ね、ご覧いただいている皆さんは、あまり把握できてないんじゃないかなと思うんですけど、うん、例えばその、まあ、技としては10個。うん、そうですね、大皿から始まって、全部でですね、大台と下の部分で11個あります、はい、それを最初にこう、うん、師匠披露してもらうことはできますか？あ、もちろんです、やりましょう。じゃあまずそういうのがあるよっていうのをね、皆さんにご覧いただければと思いますのでね、はいはい、ちょっとね、そう、見ててください。はい、はい、まずは大皿、はい、大皿です。一番オーソドックスな技ですね、はい、一番大きいお皿に乗せる技、これ大皿です。大皿、はい、いきますよ、はい、1-2-3 ですね、はい、これ大皿ですね。はい、はい、次、はい、カメラからいきましょう、はい、小皿です、はい、反対側にある小さいお皿です、ここに乗せます。はい、はい、ここですね、はい、これが小皿、はい、これが2番目、はい、次は中皿です。中皿は一番小さいお皿、はい、中皿と言います。ありがとうございます。ここですね、はい、いきます。はい、これが中皿、なんか膝が動いちゃうね。はい、次はだんだん名前がついてきました、はい、ロウソク、これは検査器を持ちます。検査器を持った状態で今の乗せた中皿に乗せる技、これはロウソクです。はい、これがロウソク、はい、OK ですか？ OK ですね、はい、どんどんいきますよ、はい、はい、次、はい、止め剣、はい、出ました。これ刺す技ですね、検査器があります、はい、検査器にしっかり玉を止めた状態で、でしっかりと止めて入れる、はい、これ止め剣、止め剣です、はい、OK ですか、はい、はい、サクサクいきますよ、はい、次、飛行機、はい、今度持つ場所が変わります。今度は弾を持ちますね。飛行機は弾を持って、はい、剣をブラーッと前に振って入れる、これが飛行機、ほっ、はい、飛行機、飛行機です。あ、もっと前ね、はい、はい、行きます、はい、はい、次、振り剣、振り剣は今度は
止め剣と同じ持ち方です。ここを持ちますね。はい、弾を前に振ります。弾を前に振って入れる。はい、これ振り剣です。前に振って入れるのが振り剣。はい、はい、オッケー。はい、日本一周。お、出ました。日本一周、はい。これは連続技です。小皿、大皿、刺す。これが小皿、大皿、刺す。はい、はいはいはい、これ大皿、小皿、どちらか分かんないです。ああ、はい、そこはいいですね。はい。はい、刺す。でこれが日本一周。日本一周。はい、はい、オッケー、はい。じゃあ次。はい、出ました。世界一周。今度は小皿、大皿、中皿、そして刺す。はい、いきますよ。はい。はい、で最後で刺す。刺す。はい、これ、はい、これ世界一周。世界一周。はい、そして、はい、最後、最後じゃないか。灯台。灯台、はい、灯台は今度はここに出します。この状態。はいはい。はい、いきますよ。弾を持つ。そう、弾を持ちます。弾を持って、押していって。はい、おー、はい、これ灯台です。灯台。これ3秒キープします、はい。ちゃんと体も静止して、1、2、3、これで灯台成功。なるほど。はい、これ3秒。そうですね。はい。はい、そして、そして。はい、もしかめ出ました。もしかめ、はい。で、もし灯台まで成功したとしましょう。はい。はい、で、もしかめという技があるんですけれども、はい、あの1球に挑戦する場合は、あの1分間に135回以上のペースを保って50回、1、2、3、4、5、6、7、8、1つのお皿を乗ることに対して1回、これを50回やります、はい、これ2回挑戦できます、はい、1回まで失敗できます。だいたいこのぐらいです。はい、これを50回やります。この速さだいたいこのぐらいですね。だいたいそんな速いんだっけ。うん、まあ このぐらいでいいかな。あ、そうですね、うん、はい、これ50回、これ50回、はい、はい、OK、はい、一応以上が技、はい、そうですね、はい、級の認定の技10個ご紹介させていただきました、はい、ありがとうございます。はい、さあどうでしょう、挑戦者、じゃあこちらへ、はい、どうぞどうぞ。はい、あの駿河西病院の菅原事務長、おなじみデブちゃんでございます。デブ屋です。はい、意気込みを取ります。何を取りますか。1球取ります。おー、出ました。いいですね。俺も取りますすごい、顔が不安そうだけど大丈夫。技が覚えられない。覚えられない。大丈夫、なんとかなる。よっしゃ、やってろ、はい、というわけで、はい、じゃああとは西名くん、はい、じゃあ進行よろしくお願いいたします。はい、今から9の認定会を行いますが、10級でも合格をしますと、こちら認定書、本物を持ってきました。けん玉道の級の認定書、こちらを名前付きで発行したいと思いますので、皆さんこれを目指して頑張ってください。すごい、はい、頑張るぞ。よし、頑張るぞ、はい、で今紹介した技の一覧表がここに出てます。ちょっと字が小さくて分かりづらいかもしれませんが、まあ一つの技に対して3回とりあえず成功を目指してください。一つの技が3回成功したら次の技に行きます。コンタム大会、やーべー、コンタム大会始まった。それではやってみたいと思います。ではまずどれから、ちょっと私ちょっと座ります。いいですか。お願いします。はい、じゃあそれでは2人同時に3段きます。でその後もう1名の、はい、はいはい、できなかった場合どうすればいいですか。できなかった場合は次の、もうそれ失格。いや、大丈夫です。できなかったらこれと反省して反省反省して。西条さん、あれよ、はいはいはい、俺はガヤ隊だの。何やらなきゃダメだよ。ガヤ隊だ、ガヤ隊。お前なんか高校の時にすげえ早引きがすげえ3割ぐらいだったから。はい、じゃあそれでは、時間も限られてますので、はい、行こう。じゃあそれでは、まず大皿からいきます、はい、大皿、はい、一番大きいお皿ですね。大皿、はい、大皿です。秀さん、菅原さん、はい、大皿1回目始め。ちょっと待ってよ、せーの、よいしょ。あ、3回まででしたっけ。3回それ成功する。10回中、まあ、3回やればいいかも。おし、おし、3回成功目指すから。1回挑戦チャンスがあります。あ、練習ダメですよ。ですダメですよ、はいはい、あ、じゃあもう始まってるんですか。はい、じゃあ2回目いきます。2回目、はい、ね、はい、持ち方しっかりしてくださいね、はい、あ、そういうことですか、はい、そうやって10回やるってことですね。はい、ちゃんと つまんでくださいよ。これ、これですよ。これですね、つまんでちゃんと。これですね、さっきあ、こうだ。見えないところでやるね。見えないところでやるね。汗が、汗が、すごい緊張する、はい、すごい、やばいよこれ、ちょっとじゃあいきますよ、はい、2回目いきます。2回目始め、はい、そういうことですね。もう1回、2回目チャレンジしてって言って始めるってことですか。そうです、めっちゃ寝てたんですか。あ、そうか、はい、いや、3回目いきますよ、はい、3回目始め。
はい、おーし、はい、立ってたもんね。はい、菅原さん3回成功です。次、小皿です。僕はどうするんですか。こういう感じでいくんですね。はい、はい、僕はやってていいですか。はい、じゃあすいません、西条さんまでやってなかったですね。はい、はい、はい、じゃあ西条さんちょっと行きましょうか。じゃあ大皿いきます。1回目。緊張する。はじめ。すげえ手汗がもう緊張で。おお、はい、はい。はい。では2回目。はじめ。おお、やりました。2連続成功でございます。やりました。3回目。はじめ。おいいよ。本番に強いな。おお、やりました。大皿3回成功させて、次小皿いきます。はい、じゃあそれでは、菅原さん前に来て。はいはいはい。ではい、デブヤさんは、はい、石部さんは大皿引き続き、はい、で、菅原さんは小皿いきます、はい、じゃあいきます、小皿1回目、はい、大皿4回目、始めいきます。おーしゃー王ができるよっしゃ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ引き続き、はい、はい、じゃあサイズも終わってるわね。あ、もう終わってる、はい、じゃあ、まはい、そのままいきます。あともう一回か、はい、うん、じゃあ大皿、5回目、はい、いきます。菅原さん小皿2回目、はい、はい、おっしゃー、おっしゃー、やったよ、おい、はい、大皿が3回成功しました。はい、小皿行きます。やった、はい、じゃあ小皿、はい、小皿、はい、小皿1回目、小皿1回目、菅原さん小皿3回目、はい、はい、おー、あ、完成してよ。オッケー、ドンマドンマドンマ。じゃあ西条さん。やーべ。ドンマドンマ。いけるいける。いけるよ。いけるよ。はい、西条さん小皿。頑張りは。はい、ね、俺一人？はい。行きます。あ、惜しい惜しい。小皿2回目。はじめ。おー、はい、すげえ。小皿3回目。はじめ。おー、はい、もうついでに3回目やっちゃいましょう。4回目やっちゃいましょうか。はい。4回目。はじめ。集中、大丈夫、焦んなくていい。じゃあ回るよ、膝が痛いんだよ、膝が痛いんだよ、あと5回、膝が痛いんだよね、分かる。あと何回やればいいんでしたっけ、ね、小皿4回目、中皿3回目、オッケー、よし、行きます。中皿成功、おい、よっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、できるの余裕だよ、おっしゃ、じゃあ、よっしゃ、西条さん行きましょう。はい、じゃあ西条さん今度は中皿です。中皿1回目、はじめ、わあ、はい、中皿2回目、はじめ、オッケー、チューザラ3回目、やればできる子じゃん。おっしゃー、はい、それよくそれで止まった。4回目、おっしゃー、おかしい、なんか折れたけど今、はい、オッケーです。チューザラ成功です、ね、すげー、やったやった、すごい、はい、じゃあ菅原さんと石部さんいきます、はい、はいはい、石部さん今度は小皿5回目です、5回目、はい、はい、菅原さんロウソク今度1回目です。ロウソクって何、はい、いいですか、はい、いきます、はじめ、あー、つなんだよこれ、はい、おー、OK、うまいね、はい、小皿6回目、はい、ろうそく2回目、何暇んじゃねえな、うるせえ、暇言うな、バカ、おい、笑わせないでよガヤがうるさいよ、せめてデブって言って、そうだよ、暇って言うんじゃねえ、小皿7回目、正式の職業、ろうそく3回目、始め、あー、すげえな、なんで乗らねえな、はい、斉藤さん、集中しよう、膝で、はい、膝か、はい、じゃあロウソクいきます。OK です。はい、1回目。もう投げ方がなくなる。はい、2回目です。うわー、惜しい。3回目。難しいよ、これ。はじめ。うわ、惜しい。はい、はい、4回目。はじめ。あれ、はい、今度行こうよ、うん。はい、5回目。惜しい、はい、これでダメになっちゃう、はい、6回目、おー、惜しい、何何、止めようとしてる、じゃあとりあえず最後までちょっとやってみましょうか、はい、ろうそく7回目、始め、先切れた、先、あー、集中だ、はい、
とりあえず1回成功すれば頑張りましょう。わあ、まだ2回チャンスあります。9回目始め。ああ、惜しかった。もうちょい。はい、10回目。これ10回目。はい。おお、ダッシュ。おお、危うい。はい、決まりました。はい、で今のところ今小皿が3回成功しましたね。中皿も3回成功しました。でろうそくが今1回成功しました。でこの時点でろうそく次2回成功しないと6級の規定がクリアできてないので、はい、これで終了です。終了。はい、終了。はい、7級で7級です。7級、はい、すげー。はい、7級合格でございます。石部さんと菅原さん、はい、続きいきたいと思いますが、はい、菅原さん、今度は留め剣に挑戦します。はい、はい、石部さん、引き続き小皿に挑戦をします。はい、進まない前へ。はい、小皿8回目、留め剣1回目、それぞれ始め。はい、OK。 膝が痛いんだよ。はい、小皿9回目、留め剣2回目、始め。おっしゃあ、はい、っしゃ、はい、じゃあ、止め剣じゃない、止め剣3回目、小皿10回目、始め。はい、成功。おっしゃあ、やったー、すごい。はい、小皿成功しました。よっしゃ、はい、では、今度は中皿いきます。中皿は飛行機ですね。飛行機です。はい、いきますよ。ちょっと高いんで難易度。はい、いきます。はい、中皿1回目、飛行機1回目、始め。あー、そうだっけ。あー、やべー、なんで3段できたの今まで。おー、すげー。おー、コメント拾うの。はい、中皿2回目、飛行機2回目、始め。ここから借りにマイク。そうですよ、コメント拾うのは拾ってみる。あれ、なんで今まで散々できたのに。ないぞ。やべ、ほんまに弱い。知ってるよ、ほんまに弱いのは。はい、中皿3回目、止め剣3回目。あ、座って、あ、そうする。声だけ入っていい。飛行機です。はい、声だけ入っていい。おしゃい。あー、足。オーマイガー。オーマイガー。はい、中皿4回目と飛行機4回目、始め。よっしゃ。はい、コメント来てます。コメント、はい、コメント来てます。まきちゃんノリノリじゃんって天野さんから、うん、マイクがイベントの司会みたいだそうです。きよちゃん、ともさん上手って。全然ですけどね。天野さん知らない技がいっぱい。あとみんなともさんとかすごいとか、ともさん頑張とか頑張れとか、そんな感じです。ありがとうございます。はい、こう4回目、はい、飛行機5回目、飛行機ってないや、5回目ですね。はい、あおー、すごい。おー、うまい。はい、やる暇、やる暇。今度は振り剣に挑戦します。はい、引き続き中皿6回目です。はじめ。うわーし、囲んできてね、囲んできてんな。なんだな、これ。あ、惜しい。オーマイガー、聞こえた。オーマイガー、頑張ろう。はい、中皿7回目、振り剣2回目、はじめ。いいから見切れてる。よし、よし、おっしゃ。おぉ、オッケー。すげえな。ねえ、中皿8回目、振り剣3回目、始め。いきます。これなかなか緊張するんだよ。緊張するよね。すげえな、うん、ふざけてやってるじゃないかね。よっ、おっしゃ。おぉ、おっしゃ。おー、素晴らしい。すごい。中皿クリアです。振り剣クリアです。やった。日本一周です。今度はロウソクです。ロウソク、はい。あ、ハクルさんのとこまで行ったんだ、ロウソクで。ことはきついぞ。さあ、行きますよ。ロウソク、ロウソク、はい、ロウソク1回目、日本一周1回目、それぞれ始め。小皿クリアどうぞ。落とずにやっていいですよ。あ、はい、はい、おー、足食った。足食った。惜しい。もっと上か。はい、ロウソク1回目、2回目、日本一周2回目。おお、
画面的に見ると伝わらないけど、パッと見地味にやってるけどすごい。画面見るといまいち伝わらないけどね。あの、はい、いきますよ、はい、おーって入ってますよ、天野さんから。3回目、始め。難しい、これちょっと。難しいね。うん、これ難しいな。おぉ、すげぇ。マキちゃん、マキちゃんこっちだと思うんだよ。すごいね。一級。マキちゃんがこっちで、俺が勝つもいい。頑張りますよね。はい、ロウソク。いい？いいよ。マキちゃんの面白いから。いいですか？はい、4回目、それぞれ始め。よし。わー、惜しい。カッコンつってるね、カッコンって。難しいわ。おぉ、すごい。はい、日本一周クリアです。おぉ、すげぇ。次、正解。うるさい、バタ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 。ロウソク5回目。ロウソク5回目。あ、俺、検証員だったっけ。バカじゃないよっしゃ、おぉ、はい、成功しました。よし、抜かれるぞ、抜かれるぞ、アンクルさん、はい、よっしゃ、正解一緒、はい、行きましょう、はい、うん、おぉ、はい、とりあえず2回成功目指しましょう。あ、そうですね、はい、そうすれば1球目に見えてきます。1球、はい、1球目出しとる中、はい、行きますよ、ロウソク、はい、6回目いきます、始め。あ、しこった。オーマイガー、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 ドンマイ。はい、ロウソク7回目、世界一周3回目、締め。うん、一発に。よし。お、あ、もうちょっと大変。そうなんだよ、落ちるのよ。そう、落ちるのね。あんは、あんなんてなんだ、あんなんて。はい、いきます、はい、8回目、8回目、あ、なんで？あ、なんで？おっしゃー！おっしゃー！よっしゃー！よっしゃー！よっしゃー！どうして9回目、世界一周5回目。よし、5回か。5回目。あー、やべ。おお、やばいって言いながら立てましたね。ちょ、穴の位置がね。おっしゃー！おっしゃー、来た！抜かれた！抜かれたよ！おっしゃー！ロウソク3回成功しましたので、次、トメケンです。トメケン。おお。はい、トメケン1回目、世界一周6回目。いや、いろいろお祈りしよう。もうそれ以上やめてみたいな。オーマイガー。オーマイガー出たい。なんでやねん、トメケン。なんでやねん。トメケン、そうじゃないですか。はい。ちょっと待ってくださいよ。集中。おしゃー！やべえ、手が…おっしゃー、どうでしょう、おっしゃー、あれ来たよ、来たよ、来たよ、おっしゃー、やべえ、あと2回チャンス、イエイ、そうです、あと2回、世界一周3回でしたっけ、そうです、入った、とりあえず2回成功すれば大丈夫です。やべえ、いきますよ、はい、トメケン4回目、はい、世界一周9回目、始め。うわー、あー、やばい、手が震えてる、手が震えてますね、打った、緊張感がね、伝わる、1球取れない、トメケン5回目、世界一周まだ分かんねえよ、1回目、ほんとに、始め。あんだけ練習してたのにもう、うわぁ、惜しかったなぁ、ふてくされるんじゃないよ、お前それ外国人みたいにふてくされるんじゃないよ。で、菅原さんですね、2級合格です。おぉ、すごい、これまあ、彼ね、多分もう一回来る、これ多分もうやりに、やりに、やりにもう一回来るから。はい、じゃあ行きますよ、はい、あ、石部さん、もう、石部さん、時間押してるから適当にやって。まあ、ダメ、適当じゃないよ。ダメだよ。あ、惜しい。はい、7回目。難しい。始め。さあ、頑張って。あ、惜しい。はい、頑張れ。まっそー。よし、集中。膝。8回目。始め。あ、惜しい。惜しいね。いいとこまで行ってるんだけどね。9回目。よっしゃ、ひろ、あー、惜しい、あと1回か、はい、10回目、さあ、頑張ろう、
最後決めるぜ俺は。絶対決めるよ。よっ。あー。どこから声出したの？あーっていうの。時間ちょっとあるかもしれませんけども、トメケンが2回成功するので次の飛行機挑戦できます。1回よりも成功すれば5球です。おお。飛行機。はい。飛行機。飛行機。球持ちます。頑張ろう。あ、そうだ。球持ってこれか。そう。よっしゃ、これやってやるよ俺。はい、1回でもやったらいい。これ1回でいいか。1回で。はい。1回目。ミラクル起こそう。はじめ。よし。練習したことあるのそもそも。ないでしょうね。よくそれでミラクルとか言ったんだけど。さっき事務長に教えてもらった。いくよ、うん、せーの、よいしょ。あもうちょっと本体くるっていかねえと無理かな。そう、もっと2回目、うん、そう、始めそうゆっき、いやピシッて言ってる。3回目絶対いける。おっと足使ってほしい。腰を。4回目あ、全然違ったっけ。今上に上がったんだな。全然刺さる要素がないんですよ。はい、よし、行きます。はい、5回目、はじめ。おー、うまい。おっ、あー、よかった、まあ、惜しいな。うわ、くっそ、苦しい。マジかよ。せーの。あー、惜しいな。惜しい。7回目、はじめ。行きます。よっ。あー、難しいな、これ。8回目やっぱ難しいなぁ、はい、難しいよ。はじめ。よし、いきます。せーの、よいしょ。あー、惜しい。なんでこうスポンジあんねんの。10回目、あ、キャンディ。ラスト、最後、頑張ろう。よし、ミラクル起こせ、ミラクル起こせ。ミラクルミラクルチャンス。ああそこそこそこというわけそこでオーマイガーオーマイガーそこちょっと整理したいと思います。はい、整理してください。はい、以上さんが、7級合格です。はい、ありがとうございます。おめでとうおめでとう。菅原さん2級合格です。おはい、石部さんは6級合格。おしゃー、おめでとう。認定試験終わります。一回ちょっと挨拶をしましょう。はい、剣玉をちょっと持ってください。はい、はい、はい、じゃあ以上で日本けん玉協会の9位の認定試験を終わります。皆様ありがとうございます。ありがとうございます。はい、という感じで、はい、じゃあまたやりましょう。そうですね。というわけで、あの事務長また1球目指して頑張ってください。練習してください。声も出ないということで、ちょっと時間をしてますので、これでチャンプル終わりでございます。ありがとうございました。次は橋本さんのテレビでーす。